皆さんお集まりいただきありがとうございます。これより本日点灯式の点灯セレモニーを行います。本日は寒い中お集まりいただきありがとうございました。本当に今日という日を迎えられたことが2年前からは想像もできず、今もこの光景がまだ信じられないです。ただイルミネーションを点灯したいという思いから始めたプロジェクトがこういうふうに本当に形になるんだなというのを、おととい仮点灯してパッと全体が光った時に改めて実感して、本当にすごくみんなで感動したところです。皆さんにも早くお披露目をしたい気持ちでいっぱいです。11月に入り、テスト5日前が点灯式のだったんですけれども、やっぱりちょっと勉強とか反活とかの両立が難しくなってきて、初めてチーム内がピリつくこともあったりとか、結構厳しい場面もあったりしたんですけれども、やっぱりみんな今日を絶対に成功させたいっていう4人同じ思いでやってきて、乗り越えられてきたなというふうに思っております。で、このイルミネーションが出来上がるまでに本当にたくさんの方々に支えてもらってきて、斉藤さんをはじめとした柏山工業株式会社様には、今回の点灯式で使っているイルミネーションの LED のほとんどを寄付してくださったりとか、千曲市役所の方々にも本当にさまざまな課題がある中、たくさんお話を聞いていただいたり、一緒に解決策を見つけ出していただいたりとか、で装飾をするにあたってもたくさんの八代高校生、特にやっぱり同じクラスの男の子たちが私たち女子4人のチームでやってきていたので、装飾も高いところは限界があったりしたんですが、一緒に手伝ってくれたりとか、私たちが光の温かさを皆さんに届ける前に自分たちの方が人の温かさをもらったなというふうに感じております。本当に関わってくださった全ての方に感謝しております。ありがとうございました。では今から私たちと一緒に5秒前カウントダウンでイルミネーションの点灯を守っていただきたいと思います。それでは点灯まで5、4、3、2、1、本校水族館学班の演奏とこの後引き続いて原告班の演奏があるのでお聴きください。今長野県は、八代高校駅前に来ております。そこの今日今、イベントが終わりました。何のイベントかというとイルミネーションを点灯するそこの主催の責任者に来ていただきました。すいません、自己紹介お願いします。はい、八代高等学校第2学年に所属しております吉池と申します。吉池さん、これはまあかなり準備を前々からして実現したイベントだというふうにお聞きしたんですけども、はい、どんなところが苦労だったんでしょうか。やっぱり高いところを装飾したりしなくてはならなかったので、はいはいはい、女子4人のチームでは大変だったりして、男子に手伝ってもらったりですとか、あとはたくさんの人に楽しんでもらうために広範囲に作るっていうことがすごく大変でした。広範囲、そうなってくると LED の数もたくさん必要になってきますよね。そうですね。そういうところはどうしたんでしょうか。柏山工業株式会社様の方から寄付していただいた LED を用いて全部飾り切ることができました。点灯した数はいくつぐらいなんでしょうか。柏山工業さんからいただいた LED の数は118本かける、1本につき100個の電球がついていますので、たくさんの LED をいただきました。4人で始めたんですね。私がもともと一人で始めていたところを1年前にメンバーと一緒に協力してここまで来ることができました。4人のメンバーが加わった理由っていうのは何か
牛毛さんの方から働きかけたんですか。あの1年生の時に最後に学年の前で私 の, あの研究を発表する機会がありまして、はい、その時に学年前の前で発表して私も一緒にっていう風に言ってくださったっていうのが、はいはいはい、それで4人チームができたわけです ね、はい。それをなんか始めようと思った吉毛さんの理由って何かあったんでしょうか。やっぱり高校に入学して初めてこの駅を使うようになって、はい、やっぱり寂しいなっていう風に感じたのが一番大きかったです。どうですか、うまく2年間の間にいったんでしょうか。そうですね、あのやっぱり今日こうしてこういう日を迎えるとあのよくできたなっていう風に思ってます。大変なこともありましたけど、やっぱりこういろんな人が喜んでくれてる姿を見るとあの今日ここまで頑張ってきてよかったなっていうのを形になったのを見て改めて実感しています。まあ、助成金のこうプレゼンまでしたっていうのを聞いたんですけどそうですね、あの時もまあ緊張はしたんですけど、まあ、自分のプレゼンが一番だっていう気持ちで話しました。柏山さん の, その,、まあ、あの相談っていうのは吉毛さん自体から自身からやされたんですか。そうですね、あのイルミネーションが県内で有名なあの会社だったので、あのどんな風にやってるんだろうと思ってイルミネーションに関して無知識だったのであの質問しに電話をしたらこんな風にたくさん協力していただくことになりました。今後はどんな風にこうやっていったらいいかな。そうですね、あのせっかくなので継承していきたいなという風には考えていて、後輩にぜひ引き継いでいただきたいなという風に思っています。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、こんにちは、長野インターネットスクールと申します。こんばんは。長野県は八代高校駅前に来ております。そこに今3人、来ていただきましたが、一言ずつ自己紹介してもらいます。こんにちは。こんにちは、八代高校2年の鈴木理子です。鈴木さん、はい。そして山端加穂です。山端さん、はい。そして帯方理子です。帯方さん、はい。今日は 何があったんでしょうか。私たちの作ったイルミネーションの点灯式がありました。じゃじゃん、これですかね。はい、素晴らしい。大変これ苦労されたんじゃないでしょうか。はい、そうですね、作るの結構大変でした。まあ、作るのも大変ですけども、いろいろな面でこう大変だと思うんですよね。はい、その辺どうでしょうか。あの一つの電流にまとめないといけなくて、はいはいはい、その回路を考えるのとかがとても大変でした。そういうところからやったんですね。はい、お金もかかりますよね、 LED。 そうですね、千曲市の方で、はいはい、町づくりプロジェクトっていうものをやっているっていうのをお聞きしたので、はい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 、そこでみんなでプレゼンテーションをさせていただいて、無事そこで補助金をいただいて、その補助金でイルミネーションを点灯したっていう感じです。なるほど。いつまでこれ点灯されてるんでしょうか。クリスマスのちょっと前まで点灯している予定です。はいはい、なるほど。そしてこのデザイン、なんかちょっとクリスマスを思い出すんですけども、はい、何かそういう関係あるんですか。完全にクリスマスで、はいはいはい、なんかもうクリスマス雰囲気にしようっていう感じでイルミネーションの配置とかも全部考えて、色使いとかも考えてやりました。今後どんな風にやっていこうと思ってるんでしょうか。と今後はやっぱりあのこの私たちが作ったイルミネーションでこの千曲市の皆さんが元気になっていただけたら嬉しいなと思ってますし、このイルミネーションがずっと続けられるようにこの私たちの次の代の人たちにもつなげていけたらいいなと思ってます。じゃあ今後の決意表明なんか一言。もうこのイルミネーションでこの地域を活性化できるような風にしていきたいなと思います。見てくれた人たちに楽しんでいただけるようにしたいと思います。これからもこの明るさを続けていけたらいいなと思ってます。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、こんにちは、長野インターネット局と申します。はい、こんにちは。こんにちは。はい、今長野県は八代高校駅前に来ております。ここに今イベントがありました。何のイベントかと言いますと、LED の点灯式です。で、そこへ、いろいろとこうご苦労された、方に来ていただきました。すいません、自己紹介お願いします。はい、柏山工業の斉藤と申します。今八代高校の2年生が中心になって、はい、まあ、授業の一環として、はい、まあ、活性化、八代周辺のこう活性化をもとにして、はい、
こういった LED の点灯式今無事終わりましたけども、はい、多大なこう協力をされているとお聞きしたんですけども、はい、具体的にどんなことをされているんでしょうか。ですね、弊社もイルミネーションを、はい、毎年冬に設置しているんですけれども、有名ですよね。そこで使わなくなったものだとか、はい、そういったものを118本ほど、はいはいはい、八代高校の方に提供させていただきました。あ、じゃあ全部新しいっていうんじゃなくて、はい、かつて使ってた。そうですね、古いものも、はいはい、半分ぐらいはあります。会社でもその LED を点灯してるっていう意味合いは何かこう、はい、意味あるんでしょうか。まずは地域貢献ですね。会社の皆、会社のことを地域の皆さんに知ってもらうということ、はい、それから鹿島工業という企業に興味を持ってもらって、でいずれはね、その興味を持った子どもたちが、優秀な子どもたちが鹿島工業に入社してくれることを、そんなことを考えながらやっております。強いては優秀な人材をと、ね、いうことでしょうかね。はい、まあ、今回八代高校さんの方から、ええ、まあ、お話があったというふうにお聞きしたんですけども、はい、その辺はどうなんでしょうか。そうですね、八代高校の方で、はい、補助金を使った事業でイルミネーションを、はい、設置するということで、それで相談に乗ってほしいということで連絡をまたもらいまして、うん、そして今後はどんなふうにこう、まあ、高校とかね、はい、協力していこうと思ってますか。そうですね、まあ、こういったイルミネーションを設置する場所が増えるっていうのはすごくいいことだと思うので、今回なんか初めてとかっていう。そうですね、こういったケースは初めてなので、うん、また、ね、別の高校だとかそういったところでも必要があれば、例えばその講習会を開いたりだとか、はい、そういったことも行っていければなというふうに考えています。会社の近くにその、まあ、イルミネーションをやってるようなんですけど、ええ、なんかノウハウはあるんですね。そうですね、やっぱり、18年間ぐらいやっていますので、うん、独特なノウハウというかそういったものは、もうかなり蓄積されております。ぜひ今後とも頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、長野インターネット補足といいますけども、はい、今長野県は八代高校駅前に来ておりますけど、はい、やっぱりここでその LED を点灯する意義っていうのはどんなところにあるんでしょうか。まあ生徒たちがこう普段非常にお世話になっている駅前を盛り上げたいっていう気持ちで、まあ、2年間かけて企画から実現させたっていうところがすごく、意義として大きいと思ってます。はい、なるほど。なかなか明るいニュースが少ないところなの で生徒たちが自発的にこう地域に貢献したいというふうに考えて実現させたイベントなので、そういった点ではすごく地域の皆さんにも届くものがあるんじゃないかというふうに考えてます。まあ、千曲市の助成金とかそういったいろんな寄付とかいろんな人のこう協力が得て、まあ、実現したというようなお話でしたけども、はい、その辺はどうでしょうか。LED につきましては鹿島工業様からご支援いただいて、で実際に千曲市のプロジェクトとして認めていただいて助成いただきました。で、まあ、それ以外にも公共の場を使わせていただくということでいろんなご協力いただいて、まあ、地域の皆さんにも支えられて実現できたということは生徒たちも十分感じているというふうに思います。まあ、今後どんなふうにこう学校の中にあるいは社会の中にこう反映していったらいいんでしょうか。本校の2年生課題研究課題探究ということでそれぞれに課題探究的な学習ということでテーマを持って学習しているんですが、まあ、研究発表を外部でしている生徒もいますけれども、こういった形で地域の中で授業を起こすというようなことも、まあ、一つ活動の中で大切なものだと思いますし、まあ、後輩や周りの生徒にいい形で影響を与えていってくれると思いました。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。はい、おめでとうございます。また連絡もらえれば、はい、いろいろでお話できますので。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあすいません、失礼します。ありがとうございます。